昭和劇場はかつて愛知県豊田市にあった映画館。前身は1913年に開館した芝居小屋の大星座。1938年に大星座を改築して昭和劇場が開館し、1960年代中頃に閉館した。1914年1月5日、西鴨郡衣町の区部町に建設された大星座で上等式が行われ、 6月10日に会場式が行われた。1920年11月6日から2日間は大星座で大相撲が公行された。11月29日から3日間は大星座でエビスコウ芝居が公行され、連日にわたって輝度が締め切られる盛況だった。昭和初期の衣蝶に映画の常設感はなかったが、劇場は大星座に加えて宝集座もあった。 新名町の宝修座は、衣劇場の前身である。この二つの芝居小屋は、演劇や老曲の合間に、無声映画を上映していた。名古屋市で風切りされた映画が、衣町の劇場にかかるのは半年ほど後であり、その間に、フィルムは傷だらけになっていた。1932年の衣町の電話帳によると、大星座の経営者は、倉地和次郎工業部であり、 所在地は、コロモ町大技、コロモク町12だった。昭和劇場の所在地改築披露工業で訪れた7代目、松本光志郎とも5代目、市川染五郎その後の大星座は久しく、廃業状態だったものの、1938年4月には、梅田達五郎らによって、買収資本金1万円で、昭和劇場株式会社が設立された。 昭和劇場株式会社は、大星座の建物を改築して、昭和劇場に改称し、9月8日と9月9日の2日間には、東京大歌舞伎の7代目、松本幸四郎、2代目、市川小田優、5代目、市川染五郎、2代目、中村四倉104名の一座を招いた、改築披露工業が行われた。一等席の前売り券は2円70銭であり、 両日ともに午後2時に開園している。衣劇場は小畜や日活の作品を上映したが、後発の昭和劇場は東宝や大英の作品を上映した。昭和劇場があった畜生通りは豊田市街地の北の入り口にあたり、休日には北部の町や村から大勢の観客が自転車で詰めかけた。昭和劇場近くにはうどん屋の大宮があり、 休日の昼飯時には大変な混雑だった。1951年3月1日に、衣町が市政施行して、衣市となった時にあった映画館は、昭和劇場と衣劇場の2館のみである。同年10月28日には、衣市初発の近代的映画館としてアート座が開館し、1953年の衣市には、昭和劇場、アート座、 コロモ劇場の3館の映画館があった。トヨタ自動車の企業城下町として発展するコロモ市は、1959年1月1日に市名を豊田市に変更した。全国的に映画館数がピークとなった1960年の豊田市には、昭和劇場、アートザ、コロモ劇場の3館の映画館があった。同年の豊橋市には10岡崎市には13館、 市宮市には14館の映画館があり、これらの都市には大きく、水をあけられていた。衣劇場や昭和劇場の映画上映設備は古く、また新作を早く見ることはできなかった。映画最盛期の豊田市の若者は、名古屋市や岡崎市まで出かけて行って、映画を鑑賞するありさまだった。なお、日森公園には1954年に、クラチク次郎の銅像が混流されている。 映画年間1963年版、別冊映画便乱1963にも、昭和劇場の名前が確認できるが、1960年代、中頃に閉館した。2018年現在、駐車場となった土地の一部には、東区区民会館が建っている。ありがとうございます。